おはようございます。本日は2022年7月3日、時刻は午前6時12分頃です。今日も鉄道総合館の動画をご覧いただきましてありがとうございます。ここは JR 東日本上越線の土合駅です。この階段、ホームに向かう階段になっております。400段ちょっとあります。これがですね、駅なんですよ。高崎方面の列車に関しては駅の入り口からすぐなんですけれども、越後湯沢長岡方面に向かう列車に関してはこの階段を約10分ほどかけて降りるとようやくホームに到着するというふうになっております。あまりにも階段が多いので途中には休憩できるベンチとかも設置されています。今見えましたか、小さく400というふうに書いてあります。これは下から数えて400段という感じです。で、今10段降りましたので残り390ですね。こんな感じで長岡方面の列車に乗る場合には、最低でも10分ほど余裕を持って乗車する必要があります。今回は実際に長岡方面まで本まで行ってみたいと思います。では本日もよろしくお願いします。この上越線の土合駅、真夏でもかなり涼しいです。階段を降り始めるところあたりから急に冷たい風が吹いてきます。冬ですと列車が入線するときには白い煙が立つぐらいです。体力に自信がある方は別ですが、そうでない方はゆっくり休みつつ降りることをお勧めします。残り300段、約4分の1今降りたところになります。上越線は現在一番新しい E129 系で運用されておりますが、2022年の6月末から落雷による E129 系の故障により一つ前の127系という車両が一部運用されております。残念ながらその運用は朝の一部と夜の一部に限られており、この後乗車する電車はいつもの運用通りであれば E129 系という車両になります。127系は一度引退した車両でまさかの復活を遂げた列車になっております。引退した車両が復活した例っていうのはほとんど過去例を見ない、特殊な状況になっております。さあ、と話している間にあと220段、今約半分降りてきました。これ降りるときはいいんですけどね、登るときかなり大変ですので、みなかみ方面から列車に乗車し土合駅で下車した後はこの階段を逆に登るという形になりますので、そこだけはご注意いただければと思います。水の流れる音がはっきりと聞こえます。こういう水飲んでみたいですけどね、ちょっと飲むにはおすすめはされてないみたいです。場合によっては駅で寝泊まりする方もいるみたいなんですけれども、一応駅の入り口にですね、寝泊まりはしないでくださいって言ったような記載がされております。ベンチもこのように設置されております。わりかしこの階段、モグラ駅と言われて
階段数がものすごく多いんでモグラ駅と呼ばれているんですけど、このモグラ駅として有名な土合駅、駅ノートとかも設置されております。ちょっと数が今見えないですけど、多分4分の3ぐらいすでに歩いたようです。下りはそんなに大変じゃないですね。そして列車の本数もかなり少なくなっておりますので、まあ、その点もご注意いただければと思います。次の発車確か8時台ですね、約2時間ほど列車が来ないという状況になります。残り90段立ち入り禁止、非常口でありません。なぜか水上駅長という記載がありますが、この土合駅は無人駅のため、まあ、近隣で有人駅というと水上駅になります。またスイカ等の IC カード乗車券も利用することができませんのでご注意ください。もし高崎方面からスイカ等で乗車された場合には、後日 IC カードが使える駅で精算が必要となります。この土合駅では精算することはできませんのでご注意ください。あと50段です。ようやくゴールが見えてきました。ちょいちょい立ち入り禁止という看板があります。今ドコモの回線使ってるんですけど、このドコモの回線だと下、一番下まで行くと電波ほとんど立たなくなります。au は本日通信障害が出ているのでちょっと試すことができません。利用できるかどうか皆さんに本当はお伝えしたかったんですが、昨日から au は通信障害が発生し電波が全然立ってない状態になっております。ようやく階段を降り切りました。この長い階段を今喋りながら降りてきたという感じになります。そしてこれが駅のホームになります。随分長いですね。なぜこんなに長いかというと、まあ、今で言うと臨時の電車が到着したりします。以前で言うと夜行電車とかも走っておりました。どの辺に列車が停止するかちょっと気になるところですけども、ようやく長岡駅方面のホームに到着しました。あと2時間、この待合室で待ちたいと思います。これね、待合室なんですけどすごいですね、すごいメッセージの数です。きちんと消毒液とかも用意されております。ということで普通電車の到着を待ちたいと思います。この隣は何になっているかというと、ちょっとここは特製ビール熟成中っていう記載がありますね。そして多分この辺はお手洗い一応ありますねという感じになっております。向こうには行くことはできないようになっております。多分ここはもともと線路があったんですかね。2線っていう感じだったんでしょうか。普通電車をこの後待ちたいと思います。待合室で約2時間谷川岳山開き号が到着してから約5時間この土合駅で待ちましたが、ようやく列車の明かりが見えてきました。上越線の E129系長岡行きがようやく到着です。びっくりしました。
ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやすみください。